早稲田大学教育学部4年なんですけど、休学中なんで実質5年目の澤海人と言います。よろしくお願いします。活動としてこちらのボードゲームっていうやつがありましてね、これをいろんなところお届けするっていうサブスクリプションの授業をやっております。よろしくお願いします。中学2年生ぐらいから学校に行ってなくてですね、なので学生生活の思い出といえば、あの学園もののゲームみたいなものがありました。ギャルゲーというやつなんですけど、あそれで女の子と一緒にイチャイチャしてるみたいな、そういう感じのことをずっとやってるみたいな。で、高校からは一応不登校が行く学校に通ってて、で友達と大体一狩り行ってなんかするか、スマブラでバトルするか、そういう感じのなんか高校生活を送ってた感じです。はい、勉強はほとんど してなかったですね。中学に関しては一応家庭教師の方が週1ぐらいで来てたんで、その人とほぼ雑談。高校に関してはそもそも学校がほとんど勉強しないんですよ。例えば木曜の時間割が工芸工芸工芸体育体育、勉強がないみたいなっていう感じの学校だったんで、ほぼ勉強してないですって感じで、高2の冬ぐらいからなんかとりあえず目指してるのは目指し始めた。いや、19っていうが多分やばい数字なんですけどが英語があって、で国語が32とかで、世界史が25みたいな、なんかそんな感じの化け物みたいな数字がいっぱい並んでたって感じですね。はい、小文字の B と小文字の D あるじゃないですか、あれどっちだっけみたいな、ダックだっけ、これはブックだっけみたいな、こんな感じのレベルだったのが最初でしたね。マジわかんなかったです。不登校とかいろいろ、まあなんか闇の時代があったんですけど、一応高校とかも受験しようとしたんですよ。さあ勉強しようと思ってやってたら、出席日数足らないとそもそも受験ができないってなって、あ、これ人生積んだわと思って、いや、この日本の教育構造を変えたいっていう、なんかそのぐらいから思い始め、で教育を変えたいなと思った時に、僕がその時教育について携われる仕事って言ったら、教師になるか政治家になるか文部科学大臣になるかっていう3択ぐらいしか知らなくて、まあこの中だったら帰れそうな文部科学大臣かなと思って、よし文部科学大臣になろうって思ったんですよ。でなんか文部科学大臣になりたいんですっていう話を家庭教師にしたら、まあ、とりあえず現実を知るために塾に行って模試を受けてこいって言われて、分かりましたっつって受けて、やばいって。でただなんかその時に文部大臣になりたいんですけどどうすればいいですかって聞いたら、まあ、とりあえずマーチ以上は行った方がいいよって言われて、なるほど、なんかマーチ大学ってとこがあるんかねみたいなって当時思ったんですけど、まあ、とりあえず分かりました、そこ行きますって言って、でそこから難関大学目指し始めたらしいです。はい、いやまあもうそこですから、もうこれ以降下がることないじゃないですか、まあ、上がるしかないんでやることにしました。いろいろあって鬱になって、病院に行って、すいませんここら辺になんか僕死が見えるんですみたいなことをなんか病院の先生に話していた時期が一番やばかったんですよ。でこれなんでこうなったかっていうと、受験の勘勉強すげえ過酷で、僕が勉強できなかったんで勉強ヤンキーみたいな感じになってたんですよ。朝礼中になんか僕だけなんか新聞読んでるみたいなことやってたりとか、授業を一応やってる中で当身の動画授業を聞いてたりとかで、挙句の果てにはなんかだるくなって、すいませんなんか外で勉強させてくださいって言ってなんか廊下ら辺で勉強してたんですけど、で廊下で勉強するんですけど寒いですね、もうやってられみたいなっていう感じの環境だった上に、そういった感じでヤンキーしてたんで、さすがに先生からこれ以上はあなたむちゃくちゃいるんだ退学みたいなって言われて、こんなに勉強してるのに怒られるんだと思って、なんかそこがすげえショックで、そこら辺からなんか朝起きたらなんかここら辺に死が見えるみたいな、精神科クリニック行ってすいません死が見えますっつって、どうするんですかっていうことをやってたぐらいが一番しんどかったなって思います。はい、親がすごくありがたかったですね。もうなんか朝起きてご飯用意してくれて、塾行ったら送り迎えとかちゃんとしてくれるしっていう感じで、なんかすげえサポートしてくれたんで、まあ、それで行けたっていうのが一つと、あとはなんか周りのね友人たちも最初は早稲田みたいなっつって、うちの学校日大ぐらいしか出てないけど大丈夫みたいな、だけどなんかだんだんなんか頑張れみたいなって言われたりとか、周りの、ねまあ、応援だったりとかがあって、やってたらだんだん元気になっていったっていう、そんな感じでした、ね、どこで合格発表を聞いたかっていうと、あのディズニーのセンターオブジアースの待ち時間中に時間になって、とりあえず親に電話したら親がなんかもう号泣してて、えっつって言って、多分受かった友達に言って、おめでとうっつって、とりあえずなんか乗ろうか、僕高所恐怖症なんですけど、だから受かってテンション上がったのに落ちるみたいなっていう、そういう感じが、まあ、周りからのなんか評価であり、お疲れ様でしたって感じでしたね。人生の底みたいなとこを経験して、ここから上がることはまあ一応できるんだということが、まあ、分かったっていう、なんか死なない自己肯定感がいましたね。どんな状況でとりあえず死なないみたいなっていうのは、なんか今もそれこそ事業とか作ろうとかね、休学して周りからしたらニートだと言われ続けてなんぼみたいなとこがあるんですけど、まあ、そんな中でもまあとりあえずなんとかなるっしょって思えるようになったっていう自己肯定感は多分ここで培ったかなというのが結構あるかなという感じです。こういう時って大体やればできるとかって言ったと思うんですけど、多分そういう簡単なものでもないと思うんですよ。僕もすごく運があったと思うんですね。それこそ子供の頃から家庭教師の方つけてくださったりとか、塾行きたいって言ったら偏差値が19で、親からしたら後から聞いたらお金ドブに捨てる気持ちだったって言われて、まあ、そうだよねみたいなっていう感じだったりとかねっていうのがある中で、お金でね出してくれたりとか、まあ、いろんなまあ巡り合わせがあって、まあ僕ここにいるんですよ。だからこれは僕が努力したからですなんてことは言わないんですけど、例えばそういうことなんか文句大事になりたいって
まあ、結局文部科学省に入れてなんか起業家とかそっちの方行ったんですけどね、まあ、なんかやるっていうことをなんかこう思ったりとか、それをちょっと言ってみたりとか、そういった多分一つ一つの積み重ねが、まあ、一家金あげるよみたいなとかだったりとか、そういったのにつながっていったと思うんですよ。だから大学転業学って言ったらなんかすっげーマル秘技術のなんかとか、そんなことがあると思うんですけど、僕がやってたのはもうひたすら音読するとか、なんかひたすらコツコツやるとか、そんな感じなことだったんですね。だから一歩一歩ちょっとずつ何かをやっていくことだったりとか、その積み重ねがきっと気がついたら逆転合格ってなんかなることだったりとか、何かを変えてるって状態になったりとかきっとすると思うんですね。だから目の前のなんかところからちょっと変えることって何ができるんだろうっていうのを考えてみてほしいなって思います。以上です。あ、はい、じゃあ、ノギファのチャンネル登録よろしくお願いしますっていうところと、あの僕のボードゲームのところの授業もやってるんで、多分あの後で先週さんがツイッターかなんかこうアップロードしてくれると思うんで、そこのところもクリックもちょっとね、2つクリック、ダブルクリックよろしくお願いします。以上です。